脊柱可動型モデル延髄バリ大腿骨付きについてです。まず動作ですが、前屈、後屈、そして左右の側屈、回旋、そして、貫椎、軸椎による頭部の回旋、次に、大腿骨、こちらは伸縮式のコードで接続されていますので自由な方向に動かすことができます。次に観察できる部位ですが、まず延髄、椎骨動脈、そしてそれぞれの末端が二分岐している脊髄神経根、ヘルニア、そして仙骨部分、こちらを解放しますと内部のバリを見ることができます。